ではいただきたいと思います。はい、ライス。これはスプーンの方がいいかな。うん、スプーンの方が良かった。牛五花丼。牛五花丼、なんか親子丼の牛肉バージョンみたいな。うん、他人丼みたいなね。じゃあいただきます。視聴者さん知ってるの他人丼。下にちょっと書いてきます。他人丼いきます。有点像日本的他人丼哦。リアクション芸人。あ、うまいねこれ。うん、美味しいよね。うまいね。私も好き。日本人好きの味だよね。これ美味しいと思う。台湾人はね、日本の味を分かってるわ。ちょっと出汁の味強い。うん、でしょでしょ。私の味覚おかしくないでしょ。合ってるよね。これは美味しいです。うん。で、95元って安いです。95元なのこれ。95元です。なので100元でお釣りが来ます。ダメだわ、私取るの下手だから全然ピント合わねえわ。あ、いいよいいよ。でカメラのせいだから。めっちゃ美味しいです。美味しいらしいです。